米山からコメントの方お願いします。はい、ピュア G 旗揚げ1周年おめでとうございます。私はピュア G の前身である JWP の血を継ぐ者として、今ピュア G で頑張ってるマリマンジさんとこうして戦えるのがとても嬉しいです。ピュア J の2年目がご機嫌なものになりますようにの気持ちを込めて戦いたいと思います。はい、マリマンジ。はい、私は旗揚げ戦ではまだピュア J とは出会っていなくて、でもこの1周年デビューしてちょうど2回目の後楽園大会で、今まで JWP を背負って背負っていた米山さんと今ピュア J で戦わせていただけることがすごいありがたいなと思っていますし、ピュア J の生え抜き棋聖としてデビューしましたので、ここで棋聖として今のピュア J を見せれるような戦いをしっかりしていきたいなと思っております。はい、になりますけれども、この4ヶ月振り返ってみてここまでいかがでしょうか。はい、4ヶ月っていう数字で考えると4ヶ月も経ったんだって、あっという間だったなって感じるんですけど、試合のこと振り返ると16試合ですね、なんですけど、考えてみるといろんなことがあったりとかして、振り返ればすごい長かったなと思うんですが、リングに立って試合することも今はもう少しずつですが緊張とかっていう部分では慣れてきましたが、まだまだなんかその練習よりいいものとか練習通りにできるかさ、まだまだなので、しっかりとあと残り少しですけれども、今自分ができることを丁寧にやって後楽園ホール大会で今のピュア J を見せる戦いをしていきたいなと思ってます。はい、米山選手はゴールデンウィーク以降にピュア J に参戦するようにまたなりましたけれども、ピュア J に対する印象などいかがでしょうか。はい、私は JWP にいて、ピュア J には2回出たんですけど、なんか私とつながりがあった選手もいるし、ね、いなかった選手もいて、なんか何ですかね、勝手に遠い親戚のような感覚なので、頑張ってほしいなと思いつつ、でも私も負けられないなと思ったりしています。